はい、森吉劇場へようこそ。今日はですね、前回の動画でも告知しておりましたこちらセレクション5、再販分を2ボックス買うことができましたので開封していきたいと思います。これね、かなりね人気がありますよね。ドラゴンメイドとかエビルツインとか入ってる、戦闘機も入ってますよね。この下3つ女の子カードだったらもう個人的にはもう何でもいいです。ただね、これプリレアが1カード24ボックスで2枚らしいんですよ。かなり厳しいと思います。今回初開封なのでめちゃくちゃ楽しみなんですけど不安も大きい。さて、ちょっと下手くそ。1ボックスずついきましょうか。わ、いいね。これ番号とか関係あるのかな。2020、じゃあ 22S の22って書いてある。さて、手袋をつけた方がいいか分かんないけど、手袋をねしときましょう。まあいいんだけどね、いいとは思うんだけどね。気にしている人もいらっしゃるらしいんで。1ボックス目は5パックずついって2ボックス目はもう一気にいきますね。プリレア、え、あ、これノーパラか。三沢さんも言ってたもんな、ノーパラとプリレアが分かりづらいって。まあ皆さんねもう見てると思うんでパッといきましょう。お、トラブルサニー、これアルティメット持ってます。お、ライブツインエントランススーパー、いいね。列車がこれ、お、リーラのノーパラ来てる、めっちゃいい。いらないけどちょっとスーパー出しとこう。お、ナサリ欲しいんだよな。お、シュトラール、戦闘機もかっこいいよな。ライブツインチャンネルの宿ですね。宿もありがたいね。お、お召し替えのスーパー。これ開け方にもさ、なんかいろいろありますよね。そのなんか見てる、どうなんだろう、個人的にはカード切らなかったらいいんじゃないかなって思っちゃう。よいしょ。さ、チェック、え、わかんないな、マジノーパラっぽいんだけど、ノーパラだな。さすがにプリレア入ってないでしょ。お、エンゲージのノーパラ嬉しい。クレイがない、緊急ダイヤレイね。ノーパラ来たけど列車系はつらいな。お、ナサリーのスーパー、スーパーウルトラ、なんだっけ、シクで値段がね結構つくやつもあるらしいんですけど、すいません、ちょっとね最新相場とかはねあんまり詳しくないです。とりあえずアルティメットがありますね。ちょっとね今失敗したんでごめんなさいね。暴走魔法陣か、スーパーだけど嫌いじゃないけどな。リンケージかっこいいよな。リンケージはちょっと今回当てておきたいところではある。なかなか買えないからですね。リュシオンのスーパー、ああ、よし、これは嬉しい。イビルツインのリーラのアルティメットレリーフ、これはもうめちゃくちゃ嬉しい。これまた汚いって言われちゃうんだよな雑なんですよ性格が、申し訳ないけど。よし、
ちらの方にインします。こんな感じで気に入ってるカードはね、全部こうやってダブルスリーブのローダーに、ダイソーのローダーですけどね、ダイソーじゃない、100均のローダーですけど、これに入れるようにいつもしてます。さてじゃあね、次のボックスちょっと準備していきましょうね。はい、さて準備が終わりました。ちょっとね、画角がもしかしたら変わってるかもしれないんですけど、あの容量がいっぱいになってしまったので一旦整理してきました。これはどうなんだろう、プリシクな気はしないな、マジで分かりづらいね。けどアルティメットが入ってるから多分プリレアじゃないです。はいはい、ドラゴンメイドね、いいですね、メイドいい。おロゼ、あアレースターの宿が出てしまった、これはしんどい。何まさかのかぶりキッズ、雫とかだったら嬉しかったけど、まさかのリーラかぶり、くー、いやー、まあありがたいんですけどちょっと悲しい、せっかくだったらっていうところではあった。わ、今回マジリーラに相当好かれてるな。ちょっと見えないか、申し訳ない、ちょっと角度悪かった。召喚魔術、見た目かめちゃくちゃかっこいいけどね、かなりもね出るんだよね。ルフトのスーパー、ラドリーのスーパー、シークレットパスフレーズのスーパー、よいしょ、法の聖典のスーパー、これ召喚魔術ウルトラだった、ダメだな。動揺しまくっている。アレスターのスーパーと、いやーかなり厳しいところではありましたね。まさかのリーラかぶりといういいのか悪いのかちょっと何とも言いづらいかぶりが発生してしまいました。ではね、まあこんなもんでしょう。さすがにプリレアがね簡単に出るような甘いボックスではなかったです、残念ですが。ではこんな感じでね、今日の動画終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。次はねプリレア弾けるように頑張りたいと思います。ではまたね、バイバイ。